建物のファサードオニャティ大学は16世紀半ばから20世紀初頭までスペインバスク地方のギプスコア県オニャティに存在した大学。長らくスペインバスク唯一の大学だった。正式名称は精霊大学。1901年に閉鎖されたが1989年以降の建物は国際法社会学研究所の本部として使用されている。 ローマ教皇のパウルス三世紀の権威の下、と、1540年に、アビラ主教のロドリゴ・メルカルドですが、空によって、精霊大学が設立された。当初は、ギプスコアのエ L 何に位置していたが、1548年に、オーニアティに移転した。神学、法学、教会法学、芸術学、医学が教えられ、1869年までの学生は厳密にカトリックに、 制限されていたが、それ以後はすべての宗派に解放された。大学としては1901年に閉鎖され、大学機能はビルバオのデウスト大学に移管された。1989年以降、建物は国際法社会学研究所の本部として使用されている。石膏のドミンゴデラ・彼らと彫刻家のピエール・ピカルトによって組織が据えられ、1543年に オニにティに建設が開始された。建物はプラテレスコ用式で建設されており、バスク地方にある最も注目すべきルネサンス建築の一つである。1931年、建物がスペインの重要文化財建築物に認定された。ありがとうございます。